アメリカの国防総省が中国スパイ活動の温床として排除を開始している中国の孔子学院、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州の教育局も公立学校13校が契約した中国語及び文化講座孔子華道を2019年に閉鎖すると決定。がしかし中国も負けてはいません。孔子学院排除に対抗すべく孔子学院の名称変更を始めたんです。こんにちは、世界のガラバンのエドワードです。孔子学院は表向き海外で運営する外国語教育センターという名目ですが、その実中国共産党を批判する内容の授業はできないなど、実際には思想教育を行っており、中国共産党のプロパガンダ機関であることは周知の事実。でもさすがにやりすぎた。あまりにも露骨なやり方にアレルギー反応を示す国が出てきたんです。で、今孔子学院の名称を変える動きが出てきているんです。その名称とは教育部中国語外国語交流センター。もともと表向き孔子学院は中国語を世界に広めること、そして中国文化の理解を深めることが目的なので、こういう名称に変えようという動きが出ているのでしょう。中国教育部は孔子学院は中国語と外国語の交流協力をさらに充実させるため中国外国言語交流センターに改称したというんです。って言ってもさ、どっちにしても中国って文字が入ってればバレバレなんだけどね。しかしこの孔子学院、2004年に設立され、2020年6月までには世界154の国と地域に支部を持って、なんと大学や短大に5448の孔子学院、そして中学や高校に1193の孔子華道を設置しているんです。たとえバレバレの名称だとしても、日本で孔子学院排除の動きは出ていません。それどころか日本の大学のホームページには孔子学院の情報を載せている大学があるんです。少し古い情報ですが、2018年現在日本には15の孔子学院があります。その中には超名門の早稲田大学や立命館大学も含まれています。共に早稲田大学孔子学院、立命館大学孔子学院という大層立派なホームページを作成して生徒を募集中。これだけアメリカやオーストラリアなど先進国で孔子学院排除の動きがあるのに、なぜ日本の政治家はそのことについて一言も触れないのでしょうか。なぜ地上波や新聞もだんまりなのでしょうか。これは親中派議員がいるからということだけではありません。スパイ防止法がないから取り締まれないんですよ。今日本のトップの大学は次々に中国のマネーに毒されてきています。安倍首相、一刻も早いスパイ防止法の制定を。そして民主主義とは相入れない自由闊達な言論を認めない機関の取り締まりをお願いします。以上、最後までご視聴ありがとうございました。